皆さんこんにちは、ギガプロトです。皆さんこんにちは、弟の黒ヤギです。今回は1998年当時にハイパーネオジオ64で制作され、ゲーセンで稼働していた 3D サムスピ、通称ポリサムの続編アスラザンマデンに登場するコンピュータ専用ボスキャラガンダラを使用するハックに成功したので、こいつが大好きだった私は夢が実現したので、早速対戦で使ってみたいと思う。対戦相手は弟の黒ヤギだ。よろしくな。よろしく。ちなみに私ギガプロとも、弟の黒ヤギもこのゲームはまだ全然やり込んでいない。その点を了承した上でご覧ください。それでは早速やっていこう。おう。ちなみにこれはエミュレーターでプレイしているので音がバグりまくってるが気にしないでくれ。了解だぜ。さてゲーセン稼働から26年越しに成功したガンダラハック、早速使っていくぜ。ガンダラは常時スーパーアーマーだからワープで逃げまくりながらビシバシやってみるかな。とりあえずラセプ式。うおう、キャラセレ画面でガンダラが雄たけびを上げている。かっちょええ。だな。よっしゃー、行くぜー。おう。ガンダラは常時スーパーアーマーの代わりにガードがないから、ガンガン突っ込むぜ。やっぱワープでいいな。ふふふ。いやいや今の下段、なんで当たってねえんだ？知らん。オラオラ、ワープにはフォーミング岩だぜ。減りすぎだろ。オーラー、最速のガード不能技の前頭だ。判定もでかいしてこいだろそれ。まあまあボスキャラだから。しかし1フレーム目から無敵のワープ連発は立ちが悪いな。ワープが変な蹴りに化けてしもた。食らえ、ジャンプからの踏みつけ。誰が食らうねんそんなもん。ショルダーで追い打ちして強制起こしからの前頭だオラ。回避方法あんのかよそれ。わからん。怒り爆発からの一線を食らえ、と思ったら死んだ。うむ、強いしかっこいいよガンダラ。でも割といけそうだな。というわけで羅刹式でリベンジ。このキャラセレでのガンダラの表示と雄たけびはマジでインパクトあるな。行くぜ2戦目。今度は勝ってみせるぜー。やっぱ世間はその技。いや、下段長すぎ。いやいや、なんで後ろにも判定やんねん。おお。ちょこまか当然こばいねえ。いやーでも家庭は全然知らん。そんなことないって。何笑っとんねん。ワープにはやっぱフォーミング岩だな。オラオラー、どうしたー。ダメージが全然稼げねえな。次は違うキャラで行ってみるか。誰でも来いやー。割と性能のいいこのゲームの主人公のアスラで行ってみるか。おう。
おお、その技で背後に回れるのか。らしいな。遅い踏みつけ食らっとるやんけ。ミスっただけだわ。チクチクと結構痛いな。惜しい。隙を狙って確実にダメージ取っていく。よっしゃ。この岩投げはガード不能の代わりに隙がでかすぎるから死に技だな。でももう負けんぜ。あぶね。いやいや判定でかすぎやわそれ。いいね、生命線やからね。なんとかなりそうだが。まあ、いろんなキャラできてみてや。ワープも飛び道具もあり、キャラランク的にも結構強い装月でいくか。おう。しかし、ようう、るせえな。まあバグってるからな、しゃあなし。お、いい感じ。なかなか厄介ぽいな、これは。しもた、しゃがみガードしてもうた。やっぱワープにはホーミング岩だな。くそー。マジでこいそれ。マジ、生命線やからな。しもた、ワープで出る位置が悪かった。シャオラー、ガンダラの力の前にひれ伏せ。予想以上に手強いぜ。まあまあ、俺らまだまだこのゲーム、やり込んでないし。それもそうやな。次は火力任せで、挫折派を丸で行ってみるか。いいんじゃね？しかし、ようブルース。2回目な、それ。
なんか、とにかくど疲れるから、結局あんま変わってねえな。そんなことないって。何笑っとんねん。でもまあ結構いいんじゃね？何笑っとんねん。バウンドしたらショルダーからの巨体落としじゃあ。マジ逃げれん。あっかん、これは語れへん。じゃあラスボスの海底ユガでも使ってみるか。そうやな、ボスにはボスや。そして海底ユガも使えるようにし、一通り動かし方や技を教えた。よっしゃ、これで勝つる。どうやろうな。よっしゃ、行くで。お、おう。いやいや、機動力高いな。そんでもって、自動で相手の位置に出る通常攻撃がエグいな。やっぱ、こらいぜー。いやー、やっぱ想定してたけど、厳しいな。機動力が高くて、普通のキャラより軸移動の幅が長いのがいいな。ここで負けるわけにはいかん。かぬ、こびぬ、帰り見ぬ。いやいや、軸移動の性能良すぎね。距離がどれだけ離れていようと、攻撃が絶対届くのはせこい。どの口が言うとるんや。ああ、ついにやられた。くっくっく、ユガ様の力の前に、ひれ伏せ。俺はガンダラだぞ。こんな奴に。というわけで再戦します。大丈夫。冷静に対処すれば。ビビってこけてやんの。おるわ。何そのクソキャラ。お互い様やろ。大丈夫、人間が操作している以上必ずチャンスはあるはずだ。おお、ホーミング岩が超多段ヒット。何？シャオラー、まずは一本。第二形態、こうなったら距離無限の通常攻撃はなくなるから勝ったも同然。オラ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 。な、その技があったか。しかし距離を詰めて隙をつけば。またんかボルアー。あーあー、追いつけないよー。どうした、君の力はそんなものかね。冷静になるんだ。相手は人間だ。チャンス。ミスったー、早すぎたー。
ホーミング岩も冷静にガードしてくる。オラオラー、力任せじゃー。シャオラー、まずは一本。本番はここから。出たな、超爆破弾。これはガンガン近づいていけば。え？なんで当たらないの？待てやボルア。嫌だね。これはもう無理。というわけで結果的にガンダラはさすが CPU 専用ボスだけあって、非常に強いけども、やはりラスボスである、ユガが最強だということが分かった。だな。ユガは、通常キャラに対しては A 級もあるし、ともかく、このゲームでボスキャラを使って対戦するということ自体、そう簡単にはできないことだから、協力に感謝するぜ。いいってことよ、俺も格ゲー好きやし、またいつでも対戦しようや。というわけで、ここまでご視聴くださった方々、ありがとうございました。今は音がバグってるエミュでしかできないし、楽しさや嬉しさも半減だから、そのうち実際のロムに搭載して、実機で実現する予定だ。いわゆるハックロムか。それは楽しみだな。楽しみにしててくれ。では皆さん、良いポリサムライフを。